かぶっとるね、やっぱり。え見て、ほら。やば。やば。場所変わっていいんか、やっぱ。真ん中の方がやっぱね、目がチカチカするでもね、視聴者もね。真ん中の方。ああ、まあまあ、こっちの方がまだね。おはよう、翔くん。ありがとうございます。ありがとうございます。低いね、やっぱテンションがね。いや、こっから。テンション低いんですよ、こっから。なんかね、なんすかね、その。45分に聞きなさいって言ったら、まあ55分に来たんで。いや、てめえら遅えじゃねえかさ、もうこのテンションになって。店出たの、ほんと。結構もう30分ぐらい出てましたね。でも先輩より遅れてくるっていうのはどうなのぶっちゃけで。いや、でも、まあこれ自分の汗見て分かると思う。まあ、汗かいてる。お前は汗かいてるけど。ね、もう走ったっすね。涼しそうなのかもしれない。だいぶ走ったっすね、だいぶ。そう、だいぶやばいっすね。そう。はい、オープニング行きましょうかね。とりあえずオープニングいきますね。初めてですね。ちょっとテンション低いからちょっと上げてあげようと思って。じゃあそれで上げましょう。それで上がんの？それで上げましょう。わかりました。いきますよ。今日のリクトー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。最初の方にやらせて。今もう会話がちょっと聞こえてます。ちょっとね、今の聞こえてたらまだどうしても話したいことあるから、今日いつも話題に話させてよって言ったんだけど、ちょっとまだ許可が出てない。それ言ったら全然許可ない。そこまで言ったらもうここはめっちゃ気になってるからね。言いたいことめっちゃ言いたいわ。もう言いたい。でも言わないでって言うからね。そこまでも言ったら言うよ。言って行くよみたいなね。めっちゃ気になるじゃないですか。とりあえずそれ置いといて。置いとくんですか。自己紹介からいきましょう。初めてだよね、だって。初めてです。じゃあそちらの赤い人から。どうも、ヒノのヤスナです。お願いします。お願いします。イケメン。もうちょっとアップにしようかな。いいよ。次自己紹介っていいよ。次。お前しようか。酔ってからヤスナもうちょい。秋葉原でいいよ。近い方が近すぎかな。まあいっか。近すぎかな。結構これ密着してますよ。近すぎかな。だいぶ近い。まあでも結構ぎゅうぎゅう。近い方が見えやすくていいんじゃない？まあ確かに。どっちがいいかちょっと教えて。で自己紹介は。自己紹介で。今日から体験入店入りました。秋です。よいしょ。春でも夏でも梅雨でもなく秋です。よろしくお願いします。よいしょ。ぐいぐい練習してきたやろ。してない練習して、ちょっとイメトレやりました。お前ら遅刻してそれやばいぞ。これだって地上波っすよね。そう、まあ大体2000人ぐらい全国ネットっすよね。2000人ぐらい見ますね。俺ローカル派なんでちょっと怖いんですよね。めっちゃ心臓バクバクいってます。緊張してる。ちょっとどっちがいい？近い方がいい。ほら近い方がいいって。やっぱ顔見えないもんね。でも俺久しぶりにフランさんに似てるって。髪色とかも変わって。いやでも言いたいわ。でも言ってください。自分から言わせ。言っていいと？でもなんか言う気満々。いやもうだってもう言わないと始まんない。じゃあ言うよ。ね、俺もびっくりしましたから。こちら安名君っていうんですけど、安名君久々に会ったんですけど、なんと整形してます。よいしょー。はいぐーい。なんと整形してました。久々に会うと。今目だけ。だってなんか目ちょっと見て、カメラで見て、このプリクラみたいな目。ねえ、やばいっすね。ほら、今まだ腫れてんのよ、これ。まだ、誰や、全然腫れてて。めっちゃ目綺麗じゃなって。ねえ。それについてコメント来ないとなんか何も。触れたくない。かっこいい。でも、整形どうよね、みんな。整形なんかね、する人。いやいや、一番言われたくないですよ。でも、フランスさんに似てるって言われてたけど、目を整形したからもうダメだよね。まあそうですね。目が一番似てる。もう似てない。フランスさんはもう何もしてないからね。目が一番似てるポイントだったし、まあ。したらもう全然違っちゃうっていう。でもそれでも似てるって言われたの久しぶりですね。でも整形見た瞬間分かったんやけど、めっちゃこっちの方がいい。でもやっぱ整形した手って前の方がいいってすげえ言われるじゃないですか。まあね、整形。いやだって前の方が良かったっす。前を知らないけどいいってほら言ってるから、結局前を知ってる人はやっぱ違和感を感じるだけで、それがあれなんですね。結局初見はイケメンだ。安な。そう。絶対これ。てか本当に目が綺麗だね。ね。いやでも俺は切れ長の。俺は目一番言っちゃいけない。ちょっと一回秋カメラ目線して。あ、お前めっちゃ垂れ目やな。めっちゃ垂れ目。可愛い可愛い。いや、天美じゃなくてまみ。フィノの子じゃ。本当垂れ目、垂れ目はね。フィノの子じゃなくてってどういう意味？あ、フィノだよ。あ、フィノですね。介入ですね。どこも整形してないの？俺何もやってないですよ。やるなら鼻やりたいです。おお、鼻やりたい。どうやりたい鼻？鼻をね、逆にもっとちっちゃくしたい。アキラってあれ？アキラってさっき。アキラって絶対流星さん。あ、本名？絶対流星さん。あ、本名なの？違うんですよ。最近マジで誰もアキって呼ばなくなってんですよ。あ。アキラとか梅雨とか春とか全然思んないけどするでしょ。全然思んないからね。俺何なんだろうって。今日アンチさん遅いね。そうそう、ランマ君もういないでしょ、こっち地元にね。どうなの、これ出てましたね。いないいない。で、あ、いるかもね。埋没ですね。3点止めですか。3点止めです。天美って何？天美奄美ですね。俺のあれですね。ああ、奄美安菜っていうの。あ、そうなんだ。ああ、そこね。それはなんかよくあるね。私も整形ね、もうやったことないんだけど、もう結構詳しいからね、整形。いやいやいや、めっちゃのめっちゃわかんないですよ。整形なんかしてないですよね。でほら、だってでもほら目全然ヤスナと違くない？ほらどう？ちょっと秋見てみて、ヤスナと目比べて。整形っぽくないよ。全然違うっすね。ほらやっぱね。な、こっちの人はあ、こっちの人はまあがっつりっすね。でもね、悪いね。腫れてるってのでかいんじゃない？はいはいってもう言ってるからね。まあ明らかなこのナチュラル。でも整形してるなんてニコ生で言ったことないよ。そうなんですか？ないな、そんな全国ネット言わないよ、整形したなんて。ひどいわ。落とし入れたわ。もうだって来た瞬間に言いたいずっと言って。だからこれ言わないと始まんないでしょって本当はずっと言ってましたからね。俺はプロテーゼ入ってるからね。プロテーゼ。ここにプロテーゼ知らない？なんすかそれ。これは異物混入してるから硬いんですよね。こう入ってる、ここに。あ、そうなんですか。そうそうそう。鼻え、でもナチュラルですよね、エレクトさん。意味ないよね。ナチュラル。真珠、そうそう、真珠入れてね。そうそう。真珠ね。ここに真珠入れたらやばい。間に真珠入れて丸みを出してる。結構硬いんだよね。先端のとこっすね。先端のとこ。そうそうそう。お金なくなった。目はね、埋没。一緒です。仲間っすね。いや、俺もともと二人だから。君一人でしょ。まあそうです。ずる。俺も垂れ目で目なんか見えないですけど、今目開いてるのかわかんないですけど、俺も一応二人ですからね。一応。あ、本当だ。てか隣見たら思いのほか近くて今びっくりした。結構ギュギュ。あとちょっと結構ギュギュらないと。ちょっとなんかあんまりね。まあでもね、やっぱりね、初めてやっぱ出たからやっぱこう秋のことを知ってもらわないかんね。確かにそうですね。なんだけど秋の中しろ、違うね。それは秋のことちょっと聞いていこうか。秋の質問みたいな。そもそも神馬秋っていうね、花びら袋も入れてるよ。神馬秋っていう、その神馬っていう名前が、俺が喋るのこれ。まあジーマがすごい好きらしくて、ジーマが。対流の時にね言ってたんだよね。だからお前ジンマにしろよって俺が作ったっていうね。必死に考えた。そうそうそう、ジーマがいいって言うからジンマにしろよっつって。最初はかなでって言ったの。かなでかなんか出たね。かっこカリって言って。かなでじゃなくてよかったね。カリって俺リクトさんに呼ばれてましたからね。カリカリカリまあいやカリ違うなって。お酒のジーマね。そうそう、ジーマめっちゃ好きなのね。そうですね。この前7本引きしましたね。やば。それ仕事でやってるんでしょ。だから仕事で飲んでるんでしょ。家にも結構ありますよ。だから下の冷蔵庫の下のあるじゃないですか、でかいやつ。あそこリクトさんあれっすよね、ブラックコーヒー。俺はブラックコーヒーいっぱい入ってるよ。俺あれ全部ジーマ入ってるんで。これ嘘ね。だってそれをなんかこうでもいいよね、タワーとかジーマでやればいいよね。いやジーマタワー。いやいや炭酸で死にますね、炭酸で。え、だってそんなシャンパンの方が炭酸きついじゃんね。ジーマの方が飲みやすそうな気がするけど。いや結構きついっすよ。この前マジで今腹パンパンでしたから。きつい？好きなんだよ。レモン風味がね。でもジーマって結構嫌いな人多くないですか？ジーマって知らない人もいるしね。しゃべっ、そうだね。ジーマって。あ、ヤスナ喋ってってびっくりした。ヤスナ喋らんもんね、やっぱ。めっちゃ喋んない。全然喋んない。いやいやいや。めっちゃ喋って。ニューヤスナですね。ニューヤスナちょっとね。昨日誰かと思いましたもん。一回ちょっと5分ぐらいちょっと2人で喋ってみて。俺あんま仲良くないですよ。あっち行くからあっち。あんま仲良くないっすよ。俺が進行。ああ、ちょっと仲良くないの？だって安野さん全然出勤しないもん。ああ、そうよね、バイトだもんね。全然来ないもん。だって言うてもちゃんと話すのないもんね。いやでも結構絡むっすよね。確かにそれはある。でも整形してる人無理だよね。整形ってもうなんかちょっとだって昔の安野さんじゃなくなったって。まあ整形がまあ俺も好きじゃないね、整形してる人は。なんかもう友達になれないよね、やっぱ。自分友達じゃないです。ほら、飽きだってない。鼻にメスとか入れてね、目にメスとか嫌いだもんね、やっぱ。目にメスだよね。糸とかね。目にメスだですね。涙袋かなね。完全にリクさんじゃないですか。あ、リク話さないで。はい、リク話さないで。あ、これが噂のアンチ。いやいや、今日アンチ来てないよ。あれ話さないでってけど、これアンチ。いやいや、あんな甘くないよ。こんな甘くない。あ、またね、最近アンチが増えてきた最近。でもやっぱ分かるよね、見たらね、やっぱり。え、マナーモードだけじゃないんですか？いやいや、ちょっと違うね。もう書き方で分かるね、やっぱり。いらっしゃいじゃない。いらっしゃいじゃん。ちょっと変えてきて。大体もう出だしがリクとうるさいから来るから。あ、そしたら、あ、来たわと。マナーモード。いつもの。てかもう毎週アンチの話してるから、そろそろスルーしようかなと思って。あ、まあ、ちょっと距離を置いた方がいいですね。ちょっと一回まあ。そしたら、突き放さないと。突き放さないと。なんかね、あんまこう、行き過ぎてもね。誰や、隅野さん。スミノフはやめろ。でもやっぱスミノフとスカイとジーマってなんか3本柱みたいなとこあるじゃないですか。分かる。瓶系の3本柱の中でもやっぱジーマはなんか俺の中では結構一番下の気がするんですよ。それもジーマは怒るよ。今何て言いました？ちょっと喧嘩していいですか？喧嘩していいですか？ちょっと画面外れていいですか？ちょっと画面外。バチコン。CM はなんか作る作らんみたいな微妙な感じなんだよね。そう。身長のそういうのはね、まあでも身長も整形でできますからね。あ、そうなんですか。まあでもそんな2センチ3センチ伸びたところで変わんないから俺。ならチビ喋んなこ163されてるじゃないですか。163じゃねえし。え、何センチなんですか？182だわ。ああ、起きた時。163はもうほんと喧嘩だわ。喧嘩だわ。163は違う。そこだけはやっぱ言わせてもらう。そこはもう違うですもんね。低すぎやろ、163は。おかしいでしょ、誰が書いたの。喧嘩だ。ほんと喧嘩だわ。歩数67って書いてるし。歩数67。64、1センチ変わらんってさっき言ったやろ。タコが。喧嘩。まあいいや、趣味は？あ、ごめん、1センチ上がりましたよ。182だ。趣味は？趣味なんすかね。ガチの趣味は言えないですもんね。え？なんで？やばいな。ガチの趣味はなんか言えない。なんの？ガチの趣味。工藤さんあるじゃん。ああ、何それ？本当に言えないやつを言うなや。本当に言えないならここで言っちゃダメや。はい、あした。じゃみんな気になるから。そう、さっきの俺のやつみたいになっちゃうから。ほら、裏スロットとか書いてんじゃん。なんすか裏スロット？まあそういうことってことでしょ？言えないってことは。趣味だから。全然違う。俺趣味はもうゲームしかないからね。ひたすらゲーム。ちょうどほら今。ダメだよ。ゲーム一応そのゲーム機入ってるし、ほら。あ、ゲーム機用の携帯。こっちか。ほらゲーム機。でもあれですよ。テレビの DS とかじゃないから。テレビの方もやるんですよ。テレビもやりますね。めっちゃゲームだらけじゃないですか。え、安谷さん趣味なんですか？趣味。まあでも安谷さん若いですからね。なんか幅広い趣味をお持ちで。なんだろうな。サッカー、あでもスポーツずっとスポーツやってきたから。そっか、なんかサッカーうまいんだよね、確か。サッカーを幼稚園で、そっから、なんでそんな目力入れてんの？いや、入れてないですよ。昨日からめっちゃいじるじゃないですか。これです。だって、カメラ見て。目力入れすぎやろ、おい、それは。かっこつけてないの、なんか。普通にしといてください。ほら、かっこいいって言ってんじゃん。いや、本当にかっこいいよ。え、これ本当に力入れてない。前がね、結構ブスだったもんな。いや、それはおかしい。それはおかしい。名刺もね、やっぱブスのまんまやった。それはおかしい。いや、でも、それマジで本当今日出勤して金さんと話したんですけど、ちょっとまあ洗剤取り直した方がいいんじゃないか。ああ、まあでもネタになるしね、その整形を隠さないならね、もう言っちゃったけど。そうです。まあ隠してる。てかまださ、でもあんま写真ね、安田はちょっと俺がアップしてあげるよ。洗剤写真は。こちらお願いします。目でかっ。ほら見てこれ。目でかっ。イケメン。めっちゃ目赤い。イケメン。え、おかしい。ここアップおかしい。ここ4点止めとかしてない。モザイク。あ、下から来るアングルですね。垂れ目ですからね、覚悟しといてくださいね、みんな。垂れ目。めっちゃ垂れ目や。だいぶ垂れ目ですから。でもイケメンじゃん、全然。だいぶ垂れ目。結構二重綺麗。あ、俺また俺わかりませんして。ほらお前めっちゃ目力入れとるやん。いや本当に入れてないの。普通です。しかも結構めっちゃでかい。めっちゃ目。どうよ。めっちゃ整形やろ。あれいいなけど。でもまあでも結局良くなるのはいいよね。そのポーズ振るって何したの？これなんかな、赤に挟まれてない。確かに涙袋入れてないんだよね。涙袋入れてないよ。目だけキランポーズ。確かにキランポーズだね。なんだそのちょいちょいテンション落ちる。なんか赤に挟まれて、なんか俺も赤になりそうな気がする。全然おもんないや。キラかった、キラかった。お前のキラかったで CM 知ってる。お前のキラかったで CM に行こうは。じゃあキラかった、なんで知ってんの？なんで知ってんの？見てましたよ。じゃあ33で行くから CM それ行けましょう。引き継いでいきますよ。332211キラかった。経験者大募集。よいしょよいしょ。2人でちょっとね進めていこうと思う。やっぱ今日お題はね、お盆休みということで、みんなお盆休みをねしたと思うんですけど、ピロは24から正解20な20にピロは24から28っすね。28休みっすね。でもだって安田さんだってもういつもお盆休みみたいなもんじゃないですか。いや違うわ。で逆に24から20なんだっけは何するの？でも10代さんとかとゆうさんとかとバスケやるっていう。バスケ、そうそうそう、バスケやるっていう話をして。俺めっちゃ整形キャラなってるよもう。お盆休み中にどこいじるの？いじらないいじらない。エクサさん今ゲームはしない。ゲームはでも一般的にお盆休みはもうね終わってる。もう終わってる。だから地元帰るにしても友達とかなんか予定合わんじゃないですか。まあまあそうやね。プロデューサー海外へいいな。そうなんやね。海外行ったことない。パスポート持ってない。みんな海外行ったことある？ないない。お盆どこいじるの？めっちゃ来るやん。俺返事がコメントで返ってくるってのは新しいですよね本当。俺こういうの初めてなんだ本当。だからいろんなとこ次どこやるのってめっちゃ来る。同じ人？次はね、次はじゃあ俺が決めよう。俺が決めようか。胸板入れた方がいいですね。ちょっと胸板ガリガリやな。胸板入れた方がいいですね。最近って昨日からめっちゃいじられるネタは、まあ目を3点止めしていつどこやるのって言って股間を4点止めするっていうネタをめっちゃ昨日からやってるっていう包茎みたいな、なんかそういういじりが来てね。だから絶対従軍やんこれ。飽き飽きたとかずっと書いてんの絶対ね。みんなシンガポール行かない。戻ってきたよ。もう無理っすわ。いやちょっと今ゲームしてた。ちょっともうカシャカシャかなんかバトル中やったんで。ちょっと一回送ってください一回。まあこんな感じでやってるんですよニコ生はね今ね。まあ横から今俺が撮ってきたんですけども、こんな感じですスタジオは。いやみんなこういうの見たいかなと思ってね。はいですよ。なんかプライベートで今ねちゃんと写真撮ってこう送ってね。でも意外とできてんじゃん。ただねやっぱ小さいねボイスが。発声練習をねこうせないかんね。おはようございますみたいなこう。めっちゃもうバイトマン。おはようございます。まだもう恥ずかしがってるうちはね。整形してるくせにね。いやいや関係ない関係ない。整形しても声出ない。なんか何でもいいけんちょっと言ってみて。何でもいいから。じゃあ。お盆何するのをちょっと声大きめで。お盆はバスケ、あとあととかいらんわ。あととかいや、今の、やばい。まあね、そのね、俺はね、ボン休みはシンガポールに行く、俺はね。ああ、シンガポール行く。そうそうそう、さっき書かれとったから。そうそう、シンガポール行きますよ。いいな。いいな。俺とハッシーとコウキとオーナーと、店長。銀さん。まあ、あずさ店長。銀さんは行かない。2部の店長ですね。銀は行かないですね。ああ、そうそうそう。お金持ってるね。だからな。モアイも？モアイって誰ですか？モアイ誰ですか？モアイ俺だ。イースター島の話ですか？そっちの？リアルモアイ。モアイにたまに似てるって言われます。モアイ。あ、でも確かにちょっとモアイ顔だよね。多分鼻がね。鼻でね。あ、ちゃんとね、旅行でね、写真撮ってニコ生に飛ばすから。ああ、見よう。マーライオンの肌感とか撮ってくるから。でもシンガポールみんな大体こう横からじゃん。まあそうですね。こうね。あんなとこから撮らないから俺は後ろ背中とか撮るから。微妙。マーライオンの背中とか撮るから。まあ前はもう一般的ですよね。背中見たことないですよね。マーライオンの背中とか見てなくない？やっぱどう？まあ普通なんじゃない？てかマーライオン全然面白くないって言うけんねみんな。そうなんですけどシンガポール自体。まあでも一応行かないとね。シンガポール行ったらめっちゃ厳しいらしいですけどシンガポール。そうそうタバコとかもめっちゃ厳しいらしい。ああポイ捨てしたらいかないですよね。ポイ捨てしたら罰金ですよね。女連れて行くのをやめてくれマジでってめっちゃそうもし連れてったとしてもその人なんでそんなに嫌なんだろう俺の顎がなんや俺の顎がなんかねそうしてはいかないのそうしてはいかないそうには行きませんねそうには連れて行きません連れて行きませんっておかしい行かないですそう組織はね連れて行きませんシンガポールでナンパそうかね英語でナンパ難しいよねでもまあでもなんあっちはなんかノリってか英語できる人テレフォンナンバーオッケーテレフォンオッケーセックスお前ノリ軽すぎやろ外人もうちょっとちゃんとやってくれんとテレフォンからのオッケーセックス意味わかんないテレフォンからのセックスおかしいけどどうやってナンパするのね外人Many hungryメニーハングリーメニーってなんかジェスチャーとかでいけんじゃないですかまあジェスチャーでいけるかジェスチャーでいけますまあまあジェスチャーで一緒に遊ぼうってどうやってするのえレッツゴーあレッツプレイプレイやらねえわ外人なんか怖いわ俺いやいいなでも海外行きたいっすわビューティフルガイうんガイじゃなくガールメニーマネーI have many money I have many money Let's go会長見てんぞって言ってね会長さっきから工藤会の会長か俺の悪口書いてる会長じゃあ大体ねその頭は確かに悪いかもしれんけど回転がいいから大丈夫ね回転ですからねやっぱね人生ね顔いじって言っても入国できますよね別にああできる全然ただまあ一回止められる可能性はあるけどね腫れてたりとかしたらねまあでも楽しそうっすよねそのメンツみんなもうマネーマネーピープピーズそのメンツで一番ヤバいの誰なんですかどういう意味そのヤバいのってなんかもう何かやらかしそうな人もしいたとしても言えないよね完全にじゃあ例えばいや後期じゃないとか言ったら後期やばいしねあそこ店長やばそうな気がするんですねやばいっていうのはどういうふうになんかもうはじけまくっていやそんなことないよそんな海外でそんな変なことしないよ海外でしたらやばいですもんねそうで日本だったらなんかそうですけど俺カジノに行きたいんだよねこれやりたいこれやりたいああでかいやつこうめくる系はいらないからこうやりたいねルルルルルみたいなね上のなんかこう数字がなんかジャックポットみたいなあれやりたいねあれシンガポールもカジノ電車で行こう違う電車で行こうやこれね古いわ懐かしいわ確かにシンガポールカジノ有名なんですかいやあるほら屋上にプールがあるああなんか豪華なあそこの下にあるみたいよへえいくら何がいくらスト2ストリートファイター2スト2も古いわみんななんかもうでも今日ほんとアンチ来なかったわあいくら持っていくのまあ悩んでるねなんかめっちゃ触れてあげたいよね安菜の目から秋の顎っていうすごいあれでしょフィナの従業員が書いてんでしょ顎できねえわみんな見てくれてんじゃんよかったよ嬉しいですねもう大体これ従業員ですからねアンチさんお盆休みアンチがね今日いないから寂しいねやっぱねなんか忙しいんですかね今日はたまたまなんかほんとなんかアンチっぽいアンチもないっすもんねリス君がレバー引く前に筋トレとして私が抱きつくよくどういう意味意味やってないここにその抱きついてあしたらこうああ止める引かせないってこと筋トレならない引かせないカジノいくらって全然わかんないもう行ったことないからやったこともないしでも変えないといけないですもんね、為替というかもう、まあ、最悪ね、カードでいけるんでしょ。あ、そうなんですか。後期が持ってるから。あ、そうなんですか。海外カード切れるっしょ。へえ、怖っ。逆に怖くないですかそれ。あ、そう、俺言っとかないかん、忘れとった。来月ね、昇格祭やります。よいしょー。もうね、一応代表代行としてやらせていただいてるんですけど、まあ一応昇格祭は一応やるぞと。ちなみに8年ホス9年かホストやってて初めて昇格祭やるの。え、マジっすか。いつもやらないって言ってたから。なんでやろうと思ったんですか。いや、なんでやろうじゃないよ。ニコ生もそうだけど、まあやれって言われたんだよね、あるこの辺の人に。やっぱこうちっちゃくて偉くて、空、名前に空がつく人。この辺に「リクやるやろ」みたいな。ああ、え、俺11月誕生日やけどみたいな。まあリクやったら大丈夫やろみたいな。ああ、それでみたいな。そう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 。まあ最近流行ってんのがさ、それまあ断っての嫌だ言ってしなくてよくなるかなってもう聞く最初に。そんなことはないよって言われるから、あ、OK ですと。もうどっちにしてもどうせやるなら、もう最近決めてんで、もうどうせやらなきゃいけないことも最初からやりますとね、気持ちよく言った方がね。そうそう、そんなことで、そうそう、もう代表、代行ですね。で、一応来月の6日日曜日、理由がね、そのマイヌが入金未満ということでね、ちょっといろいろ大人の事情でね、できない。そう、バースデーも一応11月はでもやりたくないけん、12月ぐらいにやろうかなと思ってる。でも去年とかリアルバースデーにやったよ。ですよね。そうそうそう。でも吉野さんの昇格祭いつやるんですか。10月だ。レギュラー昇格祭。あきくん手振ってくださいと。これは従業員ですよね。ね、その服で今日営業嫌なんだけどって。誰のこと言ってんすか。誰のこと。どうせ俺やろ。バースデーやろ。そうそう、だけどまだね6日。言ってないからね、全然。その左の人ヘルプでついたことない。俺の左かな。どっちみち秋だよね。どっちみち。どうなんすか。俺フットワーク軽いんでいつでもつきますよ。こいつはねジーマ飲ましとけばいいから。フットワーク軽いんでね。もうすぐ。ジーマその7本飲んだぐらいで偉そうにされてもな。7本っすよ。いや7本、腹パンですよ、腹パン。マジ腹パン。マジ腹パンしたらもうマーライオンです俺。そうそう、イベントそんなしなくていいって言ってよ。ねえ、上の偉い人に。ねえ、無理やもんだって。いや、嫌だとか言っても意味ないもん。ニコ生だって知らんやろ、もう無理やりよ。もう20。まあ、リクとやったらできるし。20もう何回すもんね。まあ、お前ならできるやろ。リク君のせいで貧乏になるけど。リアル。それごめんや。俺は悪いや。ごめんね。あきくんの左、黒髪の人。ああ、安田さんね。安菜はあれだもんね、バイトだから。でも今日いるよね。最近いるんだよ。安菜の整形を見に来てくれたらね、虫キングはいずれやると思います。まだ見てください。最後楽しいな。そのいてビクビクして手は掴めないようなことを把握に縛って胸を張って茨の道行け侍よ、強くなれ強くあれ、自分に負けない心を手産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ、強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。